あ、レイさん、お疲れ様です。おぉ、お疲れ様です。君と蓮君ちょっと一瞬呼んでほしいんですけど、ちょっと他言ってるって言ってほしいですね。最近お店はどうですか？めちゃくちゃ忙しいですね。お客さんいっぱいですか？うん、多分空卓がない、ほとんど昨日もだし、毎日ほぼ、なんかやっと形になってきたなっていう。みんなこうしてね、僕コメントでよく飯連れてったり翔さんをした方がいいとか言われてますが、全員言ってきますからね、昨日ごちそうさまでしたって。僕に毎日誰かしらが食費だけで120万円飛ぶ男、毎月あれさ、ミスター冬月賞みたいなやつってもらった？もらってない？あの、じゃあじゃあ。あの、去年、その直営、歌舞伎町も含めて、グループ直営で一番やったんだけど、グループ直営で一番やったんだけど。ミスター冬月という称号を与えられたんですね。そうなんだ、そんなすごかったの、ミオリさんって。去年の記録は超えるんですか？15億ですよね。なんかもう去年の記録ってどうでもいいですね。15億売るか売らないか。今年15億売れなかったらもうプレイヤーは引退、プレイヤーは引退。だって冬月グループの年間最高って5億ですよね、はい、それ3倍じゃないですか。なんかその肌感なんですけど、2億も5億も一緒やなみたいな。2億も5億も一緒なんだよ。僕はたまたまその9月に熱いお姫がパッて引いて2億やったんですよ。でもこれがそのお姫のキャパがもっとあったら5億やったんですよね、多分。だからその2億から5億までの女の子のキャパって大体似てるんですよ。ただちょっと10億とか15億ってなると話は別なんですよ、また変わってくるんですよ。だからそれを今年引けなかったらもう一生引くことはないなって。なんで今年かっていうと、今年は大阪で一番なんで、確実に大阪に来てホスト行きたいってなったら僕をみんな見に来るわけですよ。こんなに注目されてる中で引けなかったらもう引くことはないです。さっきお店さんも言ってたんですよね、その南さんきっかけでホストいっぱい。そうなんですよ。だからそのぐらい今注目されてて。そりゃそうか。そりゃそうなんですよ。なぜならミスター冬月だから。筋肉ない時って人と喋れなくなっちゃうんですよね。自分の精神安定剤というか。なんかだいぶ変わったね。いや元々です。ちょっと私服になったっすね。売り上げ上がったんで。売り上げ上がると私服なの？そうっすね、ちょっと決まってて。ってことは何？月収が上がったってこと？上がってます。おー、はい、あ、役職も上がりました。何になったんですか？リーダーです。おー、すげえ。最高売り上げ376万。おー、
努力しました。別人に見えるな。ほんますか。まあ磨いてるんで自分を毎日。ここから久しぶりの木戸さん。髪染めたんだ。そうなんです、髪の毛染めて今日切ってきました。多少少しですけどカットして。なんか心境の変化とか。ああ、そうですね、あの、はい、大学卒業したんで、うん、4月からホスト1本で始めることになったんで。最近その昼の分、昼の大学で使ってた時間を別の勉強の時間にしたいなみたいな。はい、そのなんか投資の勉強を少し。ああ、いいですね、金儲けは。ありがとうございます。現場であの光景を見てて、はいはいはい、すごくいい場面だなと思ってたんです。そうですね、はい、ただ劇さん側になって考えた場合、果たしてあれが良いことだったのかどうか。切ってた糸が多分普通に切れちゃったんですよ。自分なりの槍が読みつけれなかったんじゃないですか。だから消えたっていう、消えたっていう。お前そんなのもただ単に自分のだらけた性格また元に戻っただけだ。せっかくお前チャンスをすごい掴みかけてたのに自分で来た話で。いや、そんなもん、まだ積もる話はまだ仲間倒すか、I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna see. 実際のところはどう思ってた？いや、まあ単純に嬉しかったですけどね。なんかあれがあったから、俺でも戻らなきゃいけないなっていう感情ではない。なんかそんな裏読みみたいなのはなかったですね。やっぱ1ヶ月休むって結構ね、その分誰かが埋めてるわけなんで、まあ、迷惑もかけてますし、やっぱりこうなんか戻りづらいなみたいなのって多少なりともやっぱあったんですよ。で、まあいざね、あの場で周りの人らとか幹部の人とかこんなみんなの久々とか何も変わらない接し方してくれて逆に嬉しかったですね。だからそんななんかあの状況やったら断られへんやろみたいなコメントはあったっすけど、そんな風には考えてなかったっすね。むしろ逆にシンプルに嬉しかったっすね。で仕事もしやすかったですし、戻りやすかったからそういう空気を作ってくれた渚さんとか翔さんにめっちゃ感謝します。行きますか。
や負けそう、ゆぐにゆぐに負けそう。ミカドレンさんがこっち来て、でこっちでも売り上げを上げるってことなんですか？最低限で。その最低限はどれぐらいなんですか？最低限長くないですよ。香港みたいな売り上げ上げてました、ミカレン。あ、レンさん、お疲れ様です。おぉ。あ、お疲れ様です。トッキーは前のグループで一緒でした。ちょっと待って、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 リアレバー裏切り者ですか？やがれ裏切り者ですか？ちょっと俺が偏見の命がありすぎて、その時ちょっとあれですね、まだちょっと洗脳されてました。あー、なるほど。おいおいおい、いや、なんかショーがどうしても来たいんで、なんかいや行きましょうよ、行きましょうよ、でもしつこいから現在お客様待機中。レン君ちょっと一瞬呼んでほしいんですけど、すみません、もう一回言ってるって言ってほしいです。あれ、セナピアラッカーリーパーリー中内、今夜は最高潮、プリン早く飲む。はい、いつも外していいですか？いいですか？やれる。ハリボテ。そうです、できません。やれる。タイガーって21だっけ？23っすね。でもお前、かけてるよな、絶対に。なあ、俺もう店戻りたいんだけど、俺。そうそう、いやだからこれあれでいいんじゃない、俺だって呼んだのに来ないってことは、あ、そういうことで。おいおい、行こう、もう行こう、行こう、はい、もう行こう。めんどくさい、だって別に待ちたくないし、行こう行こう。だから優先事項にされてないっていうことだから、そういうことです。帰ろう。よし、あれ、いいよ。あれ、やってください。なぎさ、ショー、ユグドに行くが相手にされず。なぎさ、ショー、ユグドに行くが相手にされず。もう逆に怖くなくなったっす。逆に悲しいな、なんか俺急に来ないよ、できる余裕で。余裕対応するよな。しかもさ、ショーが行きたい、会いたいって素直な気持ちに言って行ったにもかかわらず、こんなんだから、こんだけ余裕がないってことなんですよ、多分。大阪で、だから、そう、違う、だからちょっと強く見せようとしてるだけ。逆のプレイングね、うん、弱いな、マジでそれ。いやー、重かったな、ある意味。